どうもこんにちは。ファミコンエミュレーターを作るの続きをやっていこうと思います。今日から実際にね、コードの方を書いたり、環境、環境構築かな今日は主に環境,環境構築をやっていこうと思っています。ということで、今回はラストを使うので、えっ、ー、と、ラストのローカル環境、開発環境をね、作るというのをまずやっていこうと思います。もう作ってきているので、説明を まあ中心にしていこうかなと思います。えっ、ー、と、このページがとめちゃくちゃまと、よくまとまっていると思われるので、というのは、私がラストをやったことがほぼないので、まあ、なんかそれ、それっぽく書いてあるなっていう <laughs> 形で、このページを選んでいるので、なんか間違えてるというか、ほん、ほは違うんじゃないのというかの、のもあるかもしれないです。まあ、記事も新しいし、 パッと見良さそうだったんで、こいつにしました。はい。で、えっ、ー、と、ま、私自身は Mac で開発するので、Mac での開発、環境開発の記事なんですが、まあ、Windows でやる方は Windows の環境構築が必要だと思うので、Windows 版の環境構築方法を探してやってください。はい。で、えっ、ー、とね、まず、 えっと、スコードをインストールしておく必要があるんで、インストールしといてください。で、インストールした後に、エクスコードセレクトインストールっていうのをやると、このエクスコードコマンドラインツールズっていうのが入るんで、あ、スコードいるのかなまあまあ、これが動けば大丈夫。はい。で、これを動かして、あの、コマンドラインツールズを入れておく必要があります。はい。で、えっ、ー、と、次にラストアップっていうやつをインストールする必要があります。はい。 で、えっ、ー、と、ブリューで私は入れましたけど、えっ、ー、と、ラストアップイニットっていうのをインストールする必要があります。で、えっ、ー、と、そのインストールした直後にラストアップイニットっていうのをやってあげて、えー、シェルを再起動してあげるとうまくいくらしい。いや、そんなことなかったな。えっ、ー、とね、ラストアップイニットするとこんな感じで出るんで、まあ、とりあえず1にして実行すると、えっ、ー、と、このソース、こいつを書けよっていうふうに出るんで、はいと。で、えっ、ー、と、 とビームの Z プロファイルとかにねあのこいつ書いておくもしくは、まあ、そのまま実行するということをしてあげれば大丈夫ですこれでラストアップの設定は完了ですはいで、えー、とブリュー入ってなければ、えー、ホ,ームあのホームブリューじゃなくてカールコマンドでインストールすることもできるらしいですはいで、えー、とラストアップのバージョンは今何が入ったかというと1.25.1が私の環境では入ってます で、次に、えっ、ー、と、ラストアップイニットを実行するとですね、もう一回やってみようか。あ、ラストアップイニットあったかやったか何も出なかったかなんか、ボロボロボロっとね、インストールインストールみたいな、あの、ログが出るんですけど、初回にやると。その時に、えっ、ー、と、ラスト C っていうラストのコンパイラーだったり、はい。えっ、ー、と、カーゴっていうパッケージ管理のやつ。 が勝手に入りますで、どちらも1.66.0っていうのが私の環境では入ってます。はい。で、ここまででプログラミングはできるようになりますけど、えー、っとね、まあ、いくつか追加の手順があるんで、そいつもやっていきましょう。で、まずカーゴニューってやつで、えー、っと、プロジェクトが作れます。で、一回作っちゃったんで、ファミコンエミュレーターって形で、えー、カーゴニューしておきます。 はいで。ファミコンエミュレーターが、こう、勝手に出来上がるんですけど、勝手に出来上がりはしないんだけど、はい。まあこんな形で、メイン RS に、えっ、ー、と、ハローワールドって出すプログラムが、た、産業を書か,かされて、えっ、ー、と、Git Ignore ができ、カーゴトムルってやつができるというところまで、勝手に作ってくれます。はい。よいしょ。OK。そしたら、えっ、ー、と、CD で、 ファミコンエミュレーター。今作ったプロジェクトに入って、で、カーゴトムルがあるところですね。で、カーゴ、ランだっけラン、ランっていうのをやってあげると、さっきのメイン RS ですね。こいつがコンパイルされて実行されるというところまで出来上がります。はい。で、そうするとカーゴロックとかね。なんかよくわかんない。ああ、まあロックファイルとターゲットの中に えーっと、この辺にできてるのかなビルズの中とかに。まあ、どっかにね、どっかにあるはずなんだけど、実行可能ファイルはこれかなこれが実行可能ファイルだと思うんですけど、まあこういうのは出来上がるというような形になっています。はい。まあこんな感じで、ラストのプログラムのあ、プロジェクトも簡単に作れるようになってますね。はい。で、書き換えますはもう置いときます。あの、 ハロローーワールドをいいいいっっぱい出すすていうプログラムなんで置いておきますで、えー、とカーゴエディットってやつがあって、あのー、パッケージを追加する NPM インストールとかバンドルインストールとかねなんかそういうのをするっていうのがカーゴコマンドでできるんですけどあカーゴコマンドでできないらしいんです最初はラストは。 でここにディペンデンシーズっていうのがあるんでここになんかこう書いていく必要が自分で書く必要があるらしいんですけどめんどくさいからあのカーゴアットパッケージ名みたいな感じであの依存関係追加するっていう風にできるあの拡張があるらしくってそれがカーゴインストールカーゴエディットっていうのでできるらしいんでこいつを実行します。これちょっとね時間かかるんであのもうすでに実行してあります。はい で、えっ、ー、と、カーゴア o トのパッケージ名だったり、アットバージョン指定で指定のバージョン入れたり、あの、rm で消したりってことができるようになるらしいんで、まあ、これはあった方がいいと思います。で、カーゴウォッチっていうやつもあって、えっ、ー、と、カーゴランをファイルを保存したタイミングで勝手にやってくれるっていうツールになってるらしいので、一応なんか紹介されてたんで、こいつも入れてあります。 カーゴウォッチ X テストでね、テストが自動実行できたりするんで、まあこれは便利かもしれないですね。はい。で、ラストのフォーマッターがあるんで、こいつも入れておきました。で、ラストアップコンポーネントアットラスト FMT ってやつでできます。はい。もうすでに入ってるんで、アップトゥデータで出ちゃいますけど、これで入ります。入ったかなこれやんなくてもよかったかもしれない。 あのまあや、やることに、やっても意味はないので、意味はないっていうかね、あの、ぶっ壊れたりしないので、やってみてください。で、こういうふうに、ファイルを直して、これ、これ消していいね。セーブ、ドントセーブでいいか。はい。えっ、ー、と、例えば、まあ、こんな感じにして、保存かけて、えっ、ー、と、ラスト FMT ソースメインアールステのやってあげると、 おなんじゃこりゃあニューバージョンアベイラブルになったはいあっまあ、こんな感じでねあのフォーマットがされるというような形になってます VS コード上でねあの自動フォーマットされるようにしたいんであんまりこのコマンド自体は使わないと思いますけどはいまあ、こんな感じでねラスト FMT 使うかカーゴ FMT っていうコマンドで全部に適用するかってことができるようになるらしいはい で、クリッピーってやつもあって、こいつが性的解析ツールなんで、まあなんか記述上の間違いがあったりしたら怒ってくれると。記述上の間違いじゃないか。多分なんか使ってない変数あるよとか、なんかそんなのだと思いますけど。はい。まあこれは、まあ入れておきお、入れておいてあります。で、これもアップトゥーデータになってますけど。はい。で、カーゴクリッピーってやつをやってあげると、まあなんかエラーがあるときは、 ここで、こういうエラーありますっていうふうに起こってくれるらしいです。で、えっ、ー、と、VS コードの拡張もなんか入れるっていうふうになってるんで、これも入れましょう。はい。で、これですね。えっ、ー、と、RLS ってやつと、ラストソースってやつと、ラストアナライ、アナリシスってやつが必要なんで、これを入れておきます。はい、全部アップトゥデートになってますけど、必要であればインストールがされます。はい。 VS ドにえっ、ー、にラストアナライザーっていう拡張があるんでこいつも入れておきますもうすでに入っているはずなんですがラストアナライザーを探してあげるとはい入ってますねはいこれをインストールしておきます、はい、なぜかね中国語版があるんで、まあ、こっちを入れるように、まあ、中国語が好きだったらいいんですけどはいはいまあ、お好みで ななんだろうね、ブランチただただブランチされてるのかどうかも分かんないんでこっち入れた方が安全だと思いますはいで、えー、とこれでえっ、ー、と完了ですねそうするとメイン RS を書いてる時にあこれかラストアナライザーが動いてくれてうまいこといくようになるらしいただこの状態だと うん、自動コードフォーマットがか,かからないんでもうちょっと VS コード上の設定必要な感じがしますけど一旦今回はここにここまでにしておきますはいでえっ、ー、とねちょっとねちょっと先の方を見ますけど一回ねあのえっ、ー、とねテストもあるんですよこんな感じでね ですでラストのテストの記述方法っていうねこのページがあってえっ、ー、とこれを見ていくとですねえっ、ー、と同じフォイ同じフォルダ同じファイルにテストをこういうふうに書いておくとあのできるらしいでカーゴーテストっていうのをやってあげると このね、itworks が動いたんで、これが動くと。で、これはメイン関数あるんで、えっ、ー、と、カ a r g ってやると、ハローワールドが出るっていうふうになるんで、まあ、テストと、えー、あの実装が同じファイルにあっても問題ないらしいです。なので、えっ、ー、と、以後ね、あのコ、コードとテストっていうのが交互交互に出てきたりするんですが、 全部同じファイルに書いていこうと思っているので、まあこんな感じになります。はい。まあここのね、書き方とかは今後ね、また出てくると思うんで、あまり気にせずで大丈夫だと思います。はい。まあコピペしてるだけなんでね。で、例えば、えっと、実装が、どんなことだっけあ、これか。こんな感じで、実装がありますと。ちょっとこれ本当にね、後で消しますから、別に気にしなくていい。 えっと、レクトアングルっていうストラクトがあって、幅と高さを U32 型で持ってて、えー、っと、レクトアングルの実装があり、canHold っていうね、レクトアングルに、えっと、メソッドを生やしますということですね。で、other っていう別のレクトアングルをもらってきて、まあなんか、なんか見てるということです。はい。で、これのテストがこれなんですが、同じファイルにこのテストを書いてしまえば、 テストを動かせますはい。こんな感じかな。はい。で、テストの中身は、えっ、ー、と、ラー、ジャ e r Can, Hold, ー m ーーっていう形で、ラージャーとスモーラーをそれぞれ作って、キャンホール d 呼び出して、あの、正しい動きしてっかっちゅうのを確認するっていうのは、形のテストですね。で、ここまで書いて、だからこれが実装ですよね。これが実装で、 こっちがテストっていう形。ああ、ここがテストっていう形にしてますけど、まあ、これで問題ないらしくて、カーゴテストでテストは動いてくれると。はい。OK に出ましたね。で、あとメインはこれ使ってないんで意味ないんですけど、あの、カーゴランで、あ,あ、キャンホールド使ってないぞとか怒ってるけど、はい。一応、ハローワールドは出ますというところまでできます。はい。 まあこれが簡単なラストの使い方というような形ですかね。はい。まあ基本的にコードは写経してあのい、ー、くので、まあ、こっちか。こういうね、まあ、その都度都度説明はしながら行こうと思います。で、あ見ての通りね CPU のエミュレートも結構な分量があるので、今日はね、この CPU のエミュレートの部分を読んで終わりにしようかなと思っています。はい。で、 えーっと、CPU のエミュレートですね。で、この章の目標は、最初のネスゲームを起動して実行することですと。ネスゲームをプレイします。コメント付きのソースコードはこのギストにあります。ということで、まあ、こんな感じの、まあ、ね、あの、なんだっけ、スネークゲームか、が動くというので、これすぐ動かせんだとちょっと思ったんですが、そんなことはなくてですね、あの、CPU を作らなきゃいけないので、 あの簡単に言うとねなんで CPU のごく一部を作ってもこれが動くにはなんなくてあの CPU をがっつりねほぼほぼ完璧に作らないとこいつ動かないですなので CPU を作るっていうのでかなり時間これを動かすまでに結構な時間がかかると思います。はい、で、えー、と CPU はあらゆるコンピューターシステムの心臓部です。 プログラム命令を実行し、利用可能なすべてのハードウェアモジュールを調整して、完全なエクスペリエンスを提供するのは CPU の仕事ですと。で、PPU と APU というのは、まあ、GPU とオーディオプロセッシングインターですね、音を出す部分は、それぞれ独立さ回路を実行しているにもかかわらず、依然として CPU の下を進行し、CPU によって発行されたコマンドを実行する必要がありますというのはですね、 PPU と AP というのは別にあのクロックを持っていて別で動いてるんですけどあの CPU からの命令であの動くので CPU がないと何もできないっていう人たちなんですねなので CPU がなければ PPU 実装したところで APU を実装したところで動いてくれないよっていうことをここで言ってます、はい、で実装に入る前に CPU が作業を行うために使用できるリソースについて簡単に説明する必要がありますとで CPU がアクセスするできるリソースはメモリーマップと CPU レジスターの2つだけです。で、プログラミング観点からはメモリーマップは1バイトセルの連続して配列にすぎません。NESCPU はメモリーアドレス指定に16ビットを使用します。つまり、65536個の異なるメモリーアドレスは指定をできますということです。で、前に見たように NES プラットフォームには 2KB の RAM しか CPU に接続されていませんでしたと。 いうふうに書いてありますが、えー、はい。この下にね、説明があるんで、見ていきましょう。はい。で、えっ、ー、と、RAM000 から2000までっていうのは CPURAM ってやつなんですけど、これがアドレス空間を介してアクセスできるものになっていて、要、要は、あの、プログラム上のメモリが必要になった時に使う部分ですね。あの、まあ、マロックしたりするみたいな、そういうのないんですけど、 まあそういううい時にに使うところになります、はい、勝手に使いやったところですねあのプ,ロあのプログラム、えー、とゲームが勝手に使っていい領域ということになってるはずですで0220から4020っていうところが IO レジスターズってやつで、えー、NES のハードウェアモジュールですね PPU とか APU とかゲームパッドとかに、えー、と直接接続されてますなので、まあ、ここの一部の 特定のピクセルがの色が変わったりあの特定の音が出たりあとはゲームパッドなんでゲームパッドの A ボタンを押すとここの4020から2000までここの間のどっかの,あのビットが立ったりっていうふうになりますこれもねあとで説明があるんであの一旦はこ,こ,こ,れこれまでにしておきますで4020から6000っていうねこのエクスパンションラムってところがあの 前回ちょっと説明したマッパーっていうもので制御される部分であのマ,ッパーのマッパーに対応してるゲームソフトだとここのエクスパンションロムのところに、あのー、いろんなそのプログラムのデータがこう置き換わるみたいな感じで、あのー、データが入ってくるんで、えーとね、ちょっとこの PRG ロムってとこねここにベースのプログラムがありで そこに乗り,乗り切らないものをエクスパンションロムの方に置,き置いといて、あの、そのベースの2キロバイトでは処理できない部分っていうのを、処理できないっていうか表現できないような処理をあのエクスパンションロムがあることで表現するっていうふうにして、あのじ、次世代というか後から出てくるあのカートリッジというのはそう,いうのあそういうのを使っていろんな表現をしていたということがあるみたいです。はい。でここでは無視しますと書いてありますけど、 あの無視しちゃうとドラクエ4が動かないのであの無視しないでドラクエ4対応はしていこうと思っています。はい、で6000から8000っていうのが、えっと、ラムスセーブラムってやつですねセーブラムがカートリッジにラムスペースがある場合にあの予約されててゼルダとかね、まあ、ドラクエ4もそうですけどセーブができるゲームっていうのはあのカートリッジの方に、えー、書き込み可能な ラムっていうのが置いてあって、そこにデータを書き込むことができるんで、それがここのセーブラムってところにマッピングされるんで、まあ、ここの中に、あの、レベルとかね、ドラクエだったらね、あの、勇者のレベルが何歩で、なんあの、どういう持ち物を持ってて、みたいなのをここに書いておくことで、保存ができるというふうにできてるらしいです。で、これも無視しますとありますが、えっ、ー、と、これは無視するかもしれない。 えと必要がなければ無視したいんですが、まあ、あのドラ q 4を動かす上で何か必要であればちょっと実装するかもしれないです。はい、で8000から1万ですね一番上ですねここまでっていうのが、えー、とカートリッジのプログラムロムスペースにマッピングされますってことなんでここにゲーム本体のプログラムがドカッと入ってくるということですね。なので基本的には8000っていうのは あのエントリーポイントになっていて8000から直接あのプログラムがガシャコンと挿して電源オンってしたタイミングで8000からプログラムの事故がダーッと始まるという風になっているというような形らしい若干違うみたいですけど、まあ、基本的にはそういうことらしいですでメモリーアクセスは比較的遅く、えっと、NESCPU にはレジスターと呼ばれるいくつかの内部メモリースロットがありますありアクセス 遅延が大幅に低くなってますということでレジスターにアクセスする場合は2サイクルかかってえっ、ー、とラムの最初の255倍体のアクセスラムうのはこれですねここここの0000から 00ff までの本当に最初の部分っていうのは、えー、3サイクルでアクセスできるとでそれ以降のアクセスっていうのは4から7サイクルかかるんで、まあ、レジスターにアクセスする場合より 23倍遅いという形になっています。はい。この CPU サイクルもあの大事になってくるんで、あのー、まあ、多少、あのね、必要にな,ってな,なる知識だと思います。えっ、ー、と、CPU、何、何メガヘルツで動いてたんだっけかなあとで出てくると思うんで、はい。で、NESCPU には 7, 7つのリスターがありますということで、7つのリスターはこれですね。はい。 でまずプログラムカウンターっいうのがあって、えー、と次に実行する機械のメールアドレスを保持しますってやつでこのプログラムレジスタプログラムカウンターっいうのは最初8000になってて、えー、8000の8000のとこの,あの命令実行し終わったら8001800280038004ど,ど,ど,どん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 ってなっていくというのはもんです、はい、実際にはあの飛ばし飛ばしになったりするんですけどあのあでジャンプしたら あジャンプがね、うんジャンプか、ジャンプしたら、ドーンと別のところに行ったりね、戻ったりという風になって、今実行してる場所っていうのはどこかっていうのをここで保持するというような形になってます。はい。で、アキあ、スタックポインターっいうのがあって、これがスタックに使われます。はい。で、えっ、ー、と、スタック機能があるんで、まあ、そこの機能として使うものになってますね。はい。まあ、スタックはね、後で実装するので、 えーとまあ、その時にまた詳しくということで。はい、で、アクミュレーターっていう A レジスターってやつがあります。今後はね、A っていう形であの品質してくるんで、これは A だと思ってください。で、えーと、メモリーのアクセスの演算結果を格納したりする場所です。はい。で、インデックスレジスターの X と Y っていうのがあって、まあ、A と同じ使い方プラス、 あのメモリーアドレッシングモードっていうのは後々出てくるんですけどこれね、うんうん、<laughs> このオーバーレイが邪魔だなメモリーアドレッシングモードの時にあの X レジスターに何か特定の値入れといてあのそれを参照して実行するかあの命令っていうのがあるんでまあその時に使ったりしますはいまあ詳しくは後で。 で、y レジスターってのもあって、まあ、ほぼ x レジスターと一緒なんですけど、用途が若干違うので、まあ、その時にまた説明します。で、プロセッサーステータスっていうのがあって、えっ、ー、と、8ビットレジスターのそれぞれのビットですね、8個あるんで、8個のビットに、えっ、ー、と、それぞれ機能が割り当たってて、あのー、それを保存する場所というふうになってます。で、保存する内容というのは、 えーとこの NVBDIZC なんですけどこれゼロフラグだったり、えー、とこれネガティブフラグだったりしますけど、まあ、ちょっとあとでちょっと時間があればあのそれぞれ説明しようと思います。はい。はいと。で各 CPU には CPU が実行できる全てのことを定義する定義済みハードワイヤード命令セットが付属していますと。 これ、ハードワイヤード命令というのは CPU の中に組み込まれた回路のことですね。はい、CPU はアプリケーション層から機械語の命令を受け取ります。機械語はソフトウェアとハードウェアをつなぐ薄い層と考えることができます。えー、6502の命令の完全なリストっていうのが、まあ、6502っていうのはね、ファミコンの、えー、CPU の元になったものですね。 はい。こいつのカスタムを使ってるんで、これ、これ、これをそのまま使ってるわけじゃないんですけど、まあ、それのリストがここにありますよってことで、えっと、1個開いておこうか。はい。まあ、こんなもんですと、これはちょっと日本語にしとくとめんどくさいんで、原文にしときます。はい。で、えっと、両方のリンクを使用する傾向がありますと、私はね。はい。なんか若干ね、若干書き方が違うんで、 まあ見た感じ一緒なんですけどちょっと書いてあることが違うらしい。はい、でこのページにあの CPU の内部機能っていうのが全部載ってるというふうに思ってください。で、えー、6502先に出す前に6502命令に関するインタラクティブなチュートリアルを読むことを強くお勧めしますと。 いうことで、ま、あここにまた別のページがあって、これもね、ま、あいいか、これはいいか。はい、この Easy6502 っていうのがあって、ま、あ六五ゼロ二に関しての説明がありますけど、これのいいところは、あの、これ機械語の、あ、機械語じゃアセンブリーの言語なんアセンブリーのプログラムなんですけど、アセンブルして、よいしょ、実行すると、 えっと、実行ができたり、えっ、ー、と、デバッカーをオンにして、ステップ実行してるってことができるんでう、うん。あのね、あの、詰まった時に、ここにアセンブラ書いて、えっ、ー、と、どういう動きしてるのかっていうのを、ここで見ることができるんで、あの、いいということですね。で、ここに書いてあるやつが、あの、CPU のレジスタすべて、これだけなんで、A レジスタに今08が入ってて、 X レジスターに00、えー、Y レジスターに00。で、スタックポイントが FF で、プログラムカウンターが0615というのが入ってて、えー、これが、えっ、ー、と、なんだっけ、さっき言ってた、えー、このプロセッサーステータスですね、が入ってると。で、NVBZD なんちゃらかんちゃらというのがここですね。NVBDZIC で、それぞれ N が0で、V が0で、 これなしなんで、で、B が0で C が0という形で書いてあるというような形になってます。はい。まあ,あと、あとあとね、使うかもしれないんで、紹介だけしておきます。はい。次。はい。で、えっ、ー、と、6502チップは比較的単純な CPU ですと。で、6種類のコマンドと約46個の固有コマンドのみをサポートします。 一部の命令には様々なメモリーアドレッシングモード用の複数のバージョンがあるため、約150のマシンコードを操作する必要がありますと、ありますが、まあメモリーアドレッシングモードについて若干説明しておくとですね、えっと、これとかいいかな。えっと、最初に実装するのは LDA ってやつなんですけど、ここにね、メモリーアドレッシングモードっていうのがあって、えっとね、イミディエイトだったら、あの、 要は、ね、LDA っていうのがバリエーションがあって LDA のイミディエイトっていうのが1個あるでそれがオペコード a 9っていうやつになってて、えー、LDA の0ページっていう別のバージョンがあってそれは A5 っていうオペコードになってるとで0ページ X が B5、えー、ヌンぬンぬンヌ,ンヌンって言って IndirectX ってやつが B1 っていうところまであって12345678個。 LDA を完全に実装するのに8個の実装が必要だということをここでは言ってます、はい、複数のバージョンというのはそういうことですでなので64個の固有コマンドと言いつつ150のマシンコードを操作する150個の,、えーま、あのマシンオペレーションを実装する必要があるということをここで言ってますはい NES コンソールには6502に基づくカスタムチップ 2A03 がありましたが顕著な違いがありますと。で公式のマシン操作に加え約110の非公式オペコードがありましたということでこれがファミコンだけに実装されているものですね。なんでこの150プラス110の非公式追加のオペコードこいつも実装する必要があります。 はい、でオーディオ処理ユニットが搭載されていたというのもあるんですけど、まあ、これは置いときましょう。はい、で通10進サポート受信進数モードをサポートしてませんでしたというのはこれはありがたいんですけどあの0進モードの処理っていうのは結構複雑でですねゴニニゴニゴニ書いてあるんですがそれについてはあの全く無視していいということですね。 こことかここのページには受信モードの話も書いてあるんですが無視していいということです。はい。まあ単純に言うと8ビット CPU なんで00から FF までね256個あのあのパターンがあるんでそれぞれのそれぞれに対してあの命令が割り当たってるはずなんで256個実装してしまえば完成ということになっています。はいと。 ということで、まあ、次回からね始めましょうということで、まあ、このねこの機械語を、えー、解析すると解釈するというプログラムを書いていきます。えー、ということで、ね、今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では